はい、どうもご視聴ありがとうございます。サム太郎でございます。今日はね、イザナミの会やっていこうかと思います。一応ね、日村剣心を使用してでプレイしてみようと思います。剣心はね、進化の状態だと、アンチブロックと、まあ見た方がいいか、マインスイーパーアンチワープゲージアンチブロックですね。なんでこのクエストの適性はたっぷり持っているので、いい感じで活躍してくれることを祈っております。でね、これ今、玉狼なんですけれども、イザナミ会がね、私多分ね、一番苦手です。一番苦手って言い方変ですけど、イザナミ会が、苦手って言うべきなのかな。やっててとんでもないストレスでしたね。これね、本当は、日村剣心2体積んで、プレイしてたんですけれども、多分ね、20回ぐらいやったんですけど、ボス戦あたりで大体負けるんですよね。ラスゲすら行ってません。ラスゲ行く前に多分死んでますね。まあこのクエストはね、本当に、なんていうんですかね、本当に超絶なのっていうレベルだと私は思ってます。これいけるかな。いけないか。そう、一応ね、キャラの変更をいろいろして、まあ、今のこのメンツになったんですけれども、まあ、この動画がね、流れてるってことは勝ったってことだと思うんですけど、ついにもうね、ダムスを今、使用しちゃいました。ええ、勝てません。情けないことに。このクエストがね、要は、雑魚処理が同属性ずつ、セットになってるクエストなんですけれども、その雑魚を同時処理、をポコ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 していけば別にそれで済む話なんですが、それがね、いかんせん難しい。この辺はね、まだ、ちょっと今テンポ悪いですけど、一応そんな苦戦はしてなかったんですよ。今まで。ちょっと今苦戦しちゃってますけど。あのね、本当に後半になるんですよね、ルートがね、ややこしすぎる。わかりづらいことこの上ないです。なのでもう、まあ、この動画見てくれてるってことは、私の嬉しいことにね、チャンネル登録してくれている方か、イザナミ会、ちょっと苦戦してるなって方が、見てくれてるんだと思うんで、ぜひね、その方のお力になれるよう、頑張っていきます。まだ、剣心はね、まあ、何度ももう使ってるんですけど、ここでのクエストでのね、適正度は高いです。高いっていうか、まあ、使いやすい。雑魚がね、これで貴族性が結構出てくるんですけども、その貴族性雑魚をね、非常に倒しやすいんですよ。あ、嘘、それた。このそれたのはちょっと予定外でしたけど、いや、ホーミングじゃ無理かな。あ、前段比としてもやっぱ厳しいですね。なんで案外ね、こう、無属性のキャラをいっぱい連れて、無属性というか光属性とか、をいっぱい連れてった方がいいのかな、とも思います。その方がね、雑魚処理がしやすい。OK。なんで今回はね、とりあえずのキルアを1体連れてきました。キルアがまあ全属性キラーを持ってて、きっちり雑魚ワンパンできるんで、使い勝手はとてもいいです。で、ダムスはね、とりあえず、今回前回じゃない。普通にね、クリアした時は、ダムスを入れてたんですけども、あ、ミスった。本当に苦手だな。フレンド枠に今回湧いていたんで、お借りしました。ほんとね、剣心の艦隊では厳しい。剣心がね、剣心2体か。剣心2体で厳しいものがあったんで、結局この編成になりましたと。でね、このメテをね、別に全然強くないんですけど、まあ今わかるように、雑魚をね、削っとくことが大事なんで、このクエストは。雑魚削りにはまあまあ、そこそこの力を出してくれます。言ってほしいな。これで言ってほしいな。OK。あとは、貴族性雑魚だけ。やればやるほどね、なんか、厳しくなっててね。この間、前からこの動画を撮ろうとしてて、まあ、過去にすでに失敗してるんですけど。あ、変化しなかった。そう、この動画も何度も撮ってるんですけれども、前回がその、夜12時から始めて、深夜3時までぶっ通してやったんですけど、それでもね、なお勝てず。
だったので、まあ今回ね、ダムス入れてるんで、今回さすがに1回で勝ちたいと思います。ただね、これもすでにミスってっからな。どうしようかね。一応削っときましょう。ゲージミスった。ほんとよくゲージにするな。自分で言うのもなんだけど。そろそろ決めないとね、普通に削り殺されちゃうんで。やめてくれ。そっち飛んだか。まだ回復しなくていいかな。いけるかな。オッケー、やっと処理が終わった。ここで回復してなんとか突破したいね。本当にね、いろんなクエストは、まあ、もちろん超絶爆絶、この間豪絶もついにクリアしたんですけれども、多分ね、その中でもね、最上位だと思います。イザナミ会は。まあ、不動会とかマリステン会もきついんですけど、このイザナミ会をね、周回している人は、素直に尊敬します。とてもじゃないけど、周回する気にならない。まあ、周回しなかった理由があって、去年かな、去年のエクストラックパークの時に音楽家のイザナミをもらっちゃってたんで、まあ副友情ってか、まあイザナミ自体もそんな使わないしいいかなって感じで集会をしなかったことを今とても後悔してます。やっとけよかったこのクエストは。本当に正直ね、ここで苦戦するとはみじんも思ってなかったんで、まあイザナミ会だったらね、まあ 2,3 回やればいけるかなって。で、剣心2体積んでもいけるかなと思ったんですけど、全然ダメでしたね。びっくりです。さあどうするか。ここで処理したいけど、そう、こういう時もね、ルート見えないんですよ。これワープなかったら全然ルート見えるんですけど、ワープがあるだけでここまでルート崩れるかぐらいの勢いですね。 SS 打っても焼け石に水かなこりゃ。まあ、キルはね、打っとくとね、反撃モードのワンチャンがあるんで。あと麻痺。お、いけた。危ねえ。なんとかなった上に、まだ妖精の、なんだっけ彼、名前は覚えてないんですけど、ピッコロみたいな名前、ピッコロくんも HP 削れてるんで、ここは突破したい。やっと突破です。さあ、こっから、もう、あと、ここまでなっちゃえばね、普通にイザナミを削るだけなんで、まあ、失礼ながらそんなにきつくないクエストになるんですが、それまでがきついからな。アトランティスの SS もね、便利なんですけど、この追撃ダメージ10万ですからね。なんとも切ない追撃ダメージです。4ターンだから文句は言えないけど。さっきからイザナミ会の話ばっかりしてましたけど、まあ、要はね、ここで使いたいのは日村剣心なんで。で、日村剣心は、ステータスは高いです。攻撃、HP、スピード。まあね、ドルを取っても、一級品っていうか、まあまあまあ、使い勝手のいいキャラクターなんで、そこに問題はないんですけども、もう暴れるね。いかんせんね、ちょっと友情コンボがね、分裂貫通衝撃波がね、あんまり好きな友情コンボじゃないんで、そこがちょっと残念ですね。多分、この後、まあ、この後っていうかこの後、この辺のクエストが終わって、あらかた使い終わったら、多分ね、神化で運用します。神化の方がね、尖り方が素晴らしいんで。いけっかな。いけないか。これでいってほしい。頼む。オッケー。こういう時はね、アトランティス、嬉しいです。
メテオの火力自体大したことないけど、十分です。さあ、あとはもうね、イザナミを叩くだけ。完全にアンチブロック忘れてましたね。で、ここで強いのはね、アトランティスの友情コンボ。アップデートしてもらったおかげで、友情コンボがね、超強貫通フォーミングか。超強貫通フォーミングの12の砲撃？結構えげつないです。多分、全友情コンボの中でもだいぶ強い方に属するんじゃないかな、これなら。一気にね、砲台としてのスペックが高まったんで、アトランティスは大出世です。ただ正直このクエストで使おうかなと思うまでは、お蔵入りでしたね。一回アルマゲドンで、毎ターンメテオ攻撃アップ状態打ったら楽かなと思ってやってみたんですけど、全然大したことなかったんで。いけっかな。オッケー。攻撃アップがついてたからいけたかな、今のは。このボス2に来るものもね、剣心2体詰めだと、30回ぐらいやったら多分3、4回しか来てないんですよね。やっぱ1体キャラ変えると安定度が変わるね。で、いい感じに削れてるんで、キルアで決めたいね。ここもね、貫通で入ってって、パネルがなければね、それかアンチアップ持ってれば、まあ、タラレバ言ってもしょうがないですけど、タラレバ言ってもしょうがないことは分かってるんですが、言ってしまうよね、人間だから。これか。これでいけるか。よし。削りが効いた。さあ、あとはもうね、毎ターン毎ターンアトランティスの友情コンボをポコ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 発動して、ホーミングを巻いてもらいましょう。うん。120万？いい感じにダメ入りますね。アトランティスのターンはとりあえずストライクショット打って、まあね、麻痺ってくれたらいいなぐらいです。最後はね、せっかく使ってみた動画なんで、流通戦で。決めたいけど、決めれるかな？本当にね、このクエスト苦手。多分ね、大号令持ちを連れてくれば、そんなにピンチはなくなると思うんですけども、いかんせん、宝来を他のクエストで使っちゃったんで、使えないんですよ。あと、ベートーベンは持ってないです。あ、厳しい厳しい。ハートも成長しないね。うん、ダメはそれなりに入るけどね。まだ何にもしてこないけど、まあ、倒すわかな。回収しちゃうか。あー、ミスった。そう、このダメージですよ。この友情、なんか友情コンボ別にダメージが入ってないわけじゃないんですけど、ちょっとね、見た目の寂しさもあるんで、あんまりやっぱ好きじゃないですね。一応メテオ。オッケー。なんかダメ入ったね、結構。今流れてるのはね、私の家のだいたい11時ぐらいに流れる音楽です。まあ、バックミュージックだと思ってください。さあ、ラスゲですね。ラスゲまで来たの超久しぶり。ダムスがいると違うね。これ跳ねるかな。あ、オッケーじゃなかったか。そっちを処理したか。ワープが出ちゃってるんで、ここは SS ちょっと温存で。ただできれば仕留めに行きたいな。仕留めに行きたいけど、これを仕留めるのは難しいな。いけるか？あ、倒しちゃった。やりすぎた。ここで活躍してくれるのはダムスの SS だと信じて私は打ちます。さ
最後削りきれないんじゃ悲しいからね。なるだけ巻き込んでくれ。あーダメか。あ、でも火はいった、火はいった、火はいった。いや、削りとしては100点満点。キルは浴びろ。大号令なしでこれは初めてクリアできるかも。雑魚処理は終わったんで、剣心の SS はまだ、あ、でも弱点縦に来てんだよな。だから弱点が縦に来ないとあんまり火力出ないって聞いたんで、撃つか、そう、ワンチャンしかないからな。はい、ゲージミスったと。あー、やっぱ多属性だとそんなにダメ入んない。そしてめっちゃ痛い。ゲージミスった。あー、なんかな、剣士の使ってみた動画としては微妙だな、こりゃ。やっと勝てそうだけど。ものすごい速度のキルアです。うん。ものすごい速度でキルアが走ってます。そのストライクショットで完全にノーダメージを出してしまったが、まあ回復したからよしとしよう。しかもそこ止まっちゃう。まあウィンドで助けてくれるしね。さあ、あとは削り切れるかどうか。ビットンがなければな、もっと HP 削っていくんだろうけど、ただまあここまで来れば勝てるかな。いけたかな、いけたね、これなら。最後ここで剣心打っちゃよかったな。でもほら、弱点ずれましたからね、打っといてよかった。若干緊張で SS をミスるという初歩的なミスをしたけども、ほんと、ふぅ、玉露で一番苦労しました、ぶっちぎりで。しかも情けないことにね、剣心一体減らすっていうね、剣心使ってみた動画なのに。なんで結果から言いますと、まあ最適正キャラと比べると剣心の活躍度はちょっと低めです。多分ね、アテナとかの方がボスに対するダメージとか火ダメ軽減とかも含めてありだと思います。ただ貴族性の雑魚を倒すことに関しては素晴らしいの一言ですね。なので、適正度で言えば、まあ、あれかな。ゲームウィズさんで言うと A。A ランクぐらいですかね。S は絶対いかないです。あとね、ストライクショットが雑魚処理できないのもちょっと残念ですね。ただ、これで、やっと、神化できます。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録お願いいたします。サムタルでございます。じゃあ、バイバイ。